こんにちは、今日はですね、私が復活のキリストにお会いした日っていうのでお話したいと思うんですが、まず最初に、聖書の箇所を読ませていただきます。マタイの福音書の28章16節からです。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。まあ、この聖書の箇所なんですね。で、実は前ちょっとお話したかもしれませんが、私はクリスチャンホームで育ったもんですから、子供の時、教科学校に通って、で中学高校は聖学院という、男子のですね、キリスト教主義の学校に、通っていました。そんなこともありまして、15歳のイースターの時に信仰告白をして、クリスチャンになったって言いますか、なったんですね。ところが15歳ではまだまだ幼いですね。それから自我の目覚めが始まりまして、なんて言いますかね、それまで素直にこの読めてた聖書がだんだん素直に読めなくなってですね、こんなことが本当にあったんだろうかとかね、神様が愛であるっつってもこういうふうなことまで起こってるのはどういうことだろうかとか、いろんなことを考えるようになりました。で、私自身もクリスチャンとして生きるってことが何か少し堅苦しいような、窮屈なような感じがしてきましてね、結局神を信じないでこの自由に生きるっていうことの方がもっと人間らしく生きられるんじゃないかなどと、すごく、生意気に、考えるようになりまして、で、ある時期から、聖書を読むこともやめ、またお祈りすることもやめてですね、半分この無神論といいますかね、何も信じないというふうに、して生きるようになっていったんです。で、そういう意味でこの、礼拝の時間ってのは私にとっては困った時間でですね、礼拝の時間には小説読んだり英語の単語を覚えたりして過ごすようにはしてたんですが、ある高校2年の6月頃の礼拝でですね、私はその日も英語の単語かなんか覚えてて、聖書は尻の下に敷いてるっていうのは誠に不真面目な礼拝姿勢でですね、聖書を開きもしないし賛美歌も歌わないっていうような感じで礼拝にいたんですが、その日読まれたのが今読みましたマタイの28章の16節からのところだったんですね。で、イエスの復活なさった時の話だということぐらいは覚えてましたがですね、聞きたくないと思ってもマイクでわーっとこう読まれるから聞こえてきちゃってですね、突然この「しかし疑う者もいた」っていう言葉が耳に入りました。で、迂闊といえば迂闊ですけど、それまで私は復活のキリストにあった弟子はみんな信じたんだろうぐらいに思ってましてですね、復活したイエスにお会いしたのに疑う者もいたなんてのはね、なんか初めて聞いたように思いまして、本当にそんなことを聖書に書いたかったかなと思って、尻の下から思わず聖書を持ち出してですね、そのマタイもそこを読んだんですね。それは本当に疑う者もいたって書いてあるわけですね。で、ちょっとびっくりしまして、こんなような弟子がいたらイエス様だったら怒るだろうなと思って読み進んでったらですね、一番最後に私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるっていうふうにおっしゃってですね、で、イエス様って方はここまでこの一緒にこの歩いてきた弟子たちの中でですね、肝心要のって言いますか、復活のイエスにお会いした時にまだ疑う者がいたなんて言ったら怒り始めてもおかしくないだろうって、私なんぞは思ってたもんですから、そのイエスが最後にですね、この私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるっていうふうにおっしゃったことが非常にびっくりしました。この疑うような弟子に対しても
イエスは共にいると、世の終わりまであなた方と共にいるというふうにおっしゃった。そしてその時ですね、こう非常にびっくりしたとともにはっと思ったんですね。それは、まあ、私自身がまさに疑うものそのものですからね。でこのイエス様はこの、信仰を告白をしてクリスチャンにはなったものですね、もう神様とは無縁な生活をしようなんつって、この全く神様に背を向けて生きているような私のような、疑うものですよね。そんなこういい加減な人間に対してもイエス・キリストは世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというふうに約束なさった。その時私はこうイエス・キリストが十字架で死なれたのは、この私のような疑うものをさえもこの最後まで真実にこのこう愛しって言いますかね、このこう受け止め見捨てないでって言いますかね、歩いてくださるためであったってことをわっとこう突然この知ったって言いますか。でその日誰か説教してたんですよね。その人は何を話したかなんて全然覚えてません。ただこの聖書の箇所に目がこうすっかりこのこう、奪われてですね、この疑う者に対しても共におられるキリスト、救い主としてキリストが来られたってのはそういうことだったんだっていうふうに非常に打たれた。そしてこんな私に対してもキリストは真実であり続けてくださろうとしているってことにですね、心底を打たれました。ですからこのところでですね、2000年前のキリストの出来事が書いてあるわけですけれども、私にとってはこの聖書の箇所はこの疑う者としての自分が復活のキリストの贖いの恵みにですね本当に直面するような出来事だった。そしてここからですね、疑っていたトマスという弟子がね、復活のイエス様にお会いしてこの信じないものにならないで信じるものになりなさいっていうふうに声をかけられた時に、我が主よ我が神よって告白したっていうところがありますけどね、私も本当にこの時全く新しく我が主よ我が神よっていうふうにイエス・キリストを仰ぎ告白したんですね。でこの時私が自分なりに感じたことは、この私がイエス・キリストに不真実であってもイエス・キリストは十字架の贖いの恵みのゆえに世の終わりまで私に対して真実であり続けてくださる方だっていうことですね。それは人間不信もあり、また教会不信もちょっとあってですね、またこの聖書に対しても疑いを感じてた私にとって決定的な出来事だったんですね。で後にこの聖書の箇所がこのイエス・キリストの招きといいますか、キリストに従って福音を述べ伝えるものになりなさいというそのキリストの招きになりまして、そういう意味ではここはキリストにお会いした聖書の箇所であるとともに、キリストにお従いしてこの牧師として生きるということをキリストに従って生きようということを決心させられた場所でありまして、私が復活のイエス・キリストにお会いした日っていうのはそういうこの聖書の中でのこの出会いといいますか、イエス・キリストの出会いがあった日ですね。皆さんもぜひ聖書を本当にこのきちっとこの自分の目で読んでキリストにお会いしていただきたいなというふうに思います。今日はこれで終わります。